いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。構えはこうだな。もう少し腕を引いて。そうそう、こうですか。子守を雇った覚えはないのだがな。父上、これでも軍略家のつもりなんですがね。島左近と申します。ご子息が熱心に鍛錬をなさっていたので。ご指導をいただきました。そうか、それは世話になった。存じておりますよ、信玄公の秘蔵庫。ぜひ。過分な期待は迷惑だな。信玄公に軍略を学ばせていただきたいと思いましてね。しばらく武田でご厄介になります。そうか、よろしくお願いいたします。ご挨拶が。これはご丁寧に。雪村殿、よろしくね。承知した。出陣するか。いや、ほう、ぐな、け立ち退きに際しては城の周りに火を。我らの撤退を見れば。すでに勝ちは見えておる。
時が惜しい。急ぎ本車に向かうぞ、正幸。はっ、なれど、北条の警戒も厳重、兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち、道を開きましょう。くせ者？まさか武田の。津久井城は甲斐への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危うい。背後を突かれることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならない。はい、さらに可能であれば痛手を与え、敵の出陣を牽制しておきたいところです。騒がしい。何事だ。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。配置替えの時間だな。開門。見回りが動いたが、あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せば本狂わに向けられるはずですね。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、正幸。なんだ、敵か。戦果もなく引き上げ、さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えのうちか。そうなのか。この戦に意味とは一体。騒がしい。何事だ。敵に蹴取られてはおしまいだ。見回りに注意せねば。想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。正幸、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回って本狂わを目指してくれ。こちらにクセ者がいるぞ。援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた。無茶な。配置替えの時間だな。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。正幸、頼んだぞ。こ
子犬が紛れ込んだか。しつけの時間だよ。確かこちらの方から。悪いが、そこには忍びを潜ませてある。やれ。